はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、ニュルブルクリングタイムアタックで使用する車は BMW の M6 GT3 となっております。まあこちらの車はねバンテージやね、バンテージ GT3 やコンチネンタル GT3 とね、打って変わってだんだんと俺の中でね、株価が下がり続けている、まあ M6 なんですけど、まあこれもね、ただ単純に乗りこなせてないだけだと思うんですよね。ってことで、まあこのドイツのニュルブルクリンク、看板にもね BMW なんて出てますからね、まあどれほどタイムが出せるかってところです。それでは行ってみましょう。本日もよろしくお願いします。BMW のね M6 GT3 タイムの方が1分59秒040です。残念ながらね、59秒台まで落ちちゃいました。57秒と来てたんでね、いけるかと思ったけど、やっぱりいけずっていうところで59秒040。なんかね、まあアンダーステアが強いなっていうのはあるんですけど、何が悪いんだろうって感じですね。やっぱり全体的に今1位だったのかなっていうところで、とりあえずね、イモラの時からまあこんぐらいの位置ですよね。大体ね、イモラの時は24台やってますけど、この2020年の中に放り込んだ時の位置がね、大体その下位の方っていう。でしかもね、下にいるのが前回高結果だった車なんですよ。まあその総合的な観点で言えば、今のところこの車が、今のところですよ、3回やったけど今のところ一番手応えが薄い車、まあ要は遅い車なのかなっていう、そういう印象ですね。でちょっとね、この車なんですけど、まあロングホイールベースなんですよね、実は言うと。だから位置付け的には AMG GT3 に近いものはあると思うんですけど、まあそれにしてもね、まあトップスピードの伸びもいまいちだしってところで、本来は直線番長であって あるはずの車なんですけどね。だから近しいと思ってたところにいたね、今回 NSX がね、あんだけの上位のタイムを出しちゃったので、これは BMW いよいよまずくなってきたぞとだからね、次のサーキットでどうなるかってところだと思うんですよね。はい、ってことでね、
今回はまあ微妙な結果でしたが、以上で終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。